ダリオ・アナスタシオ・ベロ・ン・マルドナードは、パラグアイ・サン・イグナシオ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは DF。元パラグアイ代表。パラグアイのドセデオ・クトゥブレで、プロのキャリアをスタートさせ、チリを経由して2003年から2017年まで、所属したメキシコのアラム・プーマスでは3度のメキシコリーグ制覇に、貢献した。2001年1月27日の韓国戦でデビューし、 同年のコパアメリカ2001のエントリーメンバーにも選出されている。しかし、5年以上代表から遠ざかり、2002FIFA ワールドカップ、2006FIFA ワールドカップの出場は逃している。2007年2月にヘラルド・マルティー監督が就任してから本格的に代表に定着するようになり、2010FIFA ワールドカップ南米予選ではレギュラーとして活躍した。 2010フィファワールドカップ本大会のメンバーにもなお、連ねた。本来は、センターバックの選手だが、代表では主に右サイドバックを務めている。2011年11月11日の W 杯予選エクアドル戦で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。